ガブリエル・ステファン・キャプラーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市、ハリウッド出身の元プロ野球選手、監督。ウト右ミギウチ。2020年シーズンにより、MLB のサンフランシスコジャイアンツの監督を務める。1995年の MLB ドラフト57巡目で、デトロイト・タイガースから指名され、プロ入り。1998年に22歳で、 メジャーデビューを果たす。1999年11月にファ、フアンゴンザレスラーとのトレードで、テキサスレンジャーズへ移籍した。2002年7月にトレードで、コロラドロッキーズへ移籍した。ボストンレッドソックス時代2003年シーズン途中に、トレードで、ボストンレッドソックスへ移籍した。2004年はレッドソックスで136試合に、出場、打率27、272、 6本塁打33打点を記録。左投手要員と外野すべてを守れる選手として広い守備範囲と強権で2004年のレッドソックスのワールドシリーズ制覇へとつながった快進撃に貢献した。2004年シーズンオフの11月22日に読売ジャイアンツは守備力を期待しセンターラインの補強として契約した。2005年のキャンプでは 外野の深い位置から目の覚めるような送球を見せ、ファンを期待させたが、来日する数年前から足の故障もあって、ホームへのダイレクト返球向きの大きな送球モーションを、疲れ、走られることが多かった。その大きなモーションを改めたら、今度は送球が手投げ同然になり、強権が発揮されなくなったため結局は走られていた。ポジションも開始当初の中堅種から左翼種に、 コンバートされるなど、最後まで、日本野球に適応することはできず、持病の腰痛を再発させたことを理由に7月8日に、契約解除を球団に申し出ると、球団も了承した。開幕から17打席のヒットを含め111、打数で17安打、打率、153と低迷した。帰国後の7月15日に、古巣のレッドソックスとメジャー契約を結んだが、15日間の、 故障者リスト入りし、トリプル A 級、ポータケットレッドソックスでプレー。同じ元巨人のロベルトペタジーニと共に、本塁打を放ち、大左投手要因という元の鞘ヤに収まっていたが、アキレス圏断裂のため出場試合機会が減少。2005年オフに、レッドソックスから戦力外通告を受けた。レッドソックスでの成績は36試合出場で、打率24、247。 1>, 1本類打9打点だった。2006年も再びレッドソックスでプレーしたが72試合出場で打率2 5 4二本類打12打点と満足な成績を残せずこの年のオフに一旦引退。2007年はレッドソックス参加のマイナーで監督を務めていたが9月20日にレッドソックスは現役復帰の意向を示したと発表し その後ミルウォーキー・ブルワーズと一年契約を結んだ。2008年、ブルワーズでは98試合に出場。打率301、出塁率348本塁打という結果を残している。守備でも強権を発揮する場面もあった。キャプラは対左を得意としており、82打数で354、4本塁打の数字を残している。 2009年1月12日、タンパベイレイズと1年100万18ドルで契約を結んだ。波数の18ドルには、ラッキーナンバーとユダヤ教における生命という意味が込められている。キャブラーは、マット・ジョイスと中堅手のポジションを争った。なお、当時レイズの中堅手には、不動のレギュラーである、BJ アップトンがいたのだが、オフに行った左肩手術の関係で開幕は、 絶望的だった。4月13日、レイズの大量リードのためマウンドに上がったニックスウィッシャーと対戦、三振を喫した。シーズン中は右翼手としてデーブクロスと併用されていた。7月10日時点では、長打率は50、505をマークし、75打数で打率、324本塁打をマークしていた。対左に対しては滅法強く打率は、 680をマークしていた。アンダのうち64本が長打となっており、100打席以上の野手では、トップの長打数をマークしていた。7月23日に当時、ホワイトソックスのマーク・バーリーが、完全試合を達成した試合にも出場している。この試合でキャプラーは、本類打線の打球を放ったものの、同ンワイズの候補によって完全試合を阻むには、至らなかった。 10月27日、レイズと1年105万ドルで再契約を結んだ。2009年シーズン、キャプラーは対左キラーとして活躍し、打率304、超打率577の成績を残す。レイズの GM であるアンドリュー・フリードマンはキャプラーを対左に、うってつけの選手はいないし、守備も素晴らしい。チームに欠かせない人材となっているし、チームにいるだけで、 若手に手本としていい影響を与えている。と高く評価した。2010年のスプリングトレーニングではまたも、ジョイスと右翼手のポジションを争った。しかし、シーズンを通して出場試合は59試合で打率。210? 日本塁打の低成績に終わり、シーズンオフには FA となった。2011年1月18日には、ロサンゼルスドジャースとマイナー契約した。 スプリングトレーニングで招待選手として参加したものの同年3月31日で契約を解除された。引退後は FOX テレビで解説者を務めた。2012年オフ第3回 WBC 予選大会でイスラエル代表監督として指揮を取った。2014年にドジャースの協会育成部門として球団フロント入りすると翌2015年から ファームディレクターとなった。2016年オフ第4回 WBC 予選大会でイスラエル代表コーチを務めた。同大会でイスラエル代表は本戦初出場を果たし、翌2017年1月に。しかし本戦はドジャースのスプリングトレーニングと日程が重なるため代表コーチを辞退。2017年10月30日に フィラデルフィアフィリーズの監督に就任することが発表された。2019年10月10日にフィリーズの監督を解任された。2020年シーズンからはサンフランシスコジャイアンツの監督を務める。ユダヤ系アメリカ人の実業家の家に生まれた。MLB でも有名なボディビルダーであり、シーズンオフになるとボディビルに力を入れていた。期待抜かれた体を活かし、 数々のエクササイズ系雑誌に登場した。また、スポーツシューズの CM に出演し、懸垂をしたこともある。一類守備外野守備、NPB。ありがとうございます。